興奮冷めやらぬ中、侍ジャパンの効果で野球が盛り上がりを見せています。決勝戦ではセンターで最後大谷選手の後ろ守ってたっていうところが見れたので、まあ、僕自身はすごい嬉しかったですね。会津若松市のバンダイスポーツ七日町店、こちらでは侍ジャパンのメンバー牧原大成選手のグラブを使いやすく癖をつける片付けを行っていました。本来であれば客の数は多くはないというこの時期、しかし今年は WBC の開幕以降、グラブの注文が例年の 1.5 倍に増えています。 WBC 優勝してよかったですねみたいな話される方が結構多くて、まあ、それ関連で注文をいただいている方も何人か出てきてますね。子どもたちだったりとか、まあ、大人の方でも、まあ、野球始めてみようというきっかけになってくれればすごいいいかなと思います。一方、侍ジャパンの効果はバッティングセンターにも現れています。こちらは同じく会津若松市内にあるアミューズパーク会津。 WBC が開幕してから2割から3割ほど利用客が増えているということです。平日にもかかわらず、今日も開店と同時に多くの人が詰めかけていました。WBC でファーストです。岡本選手のバッティングとか、 WBC とかでなんかすごく活躍してたから、なんか一回野球やってみたいなと思って、高校の部活とかでやってみようかな。またこちらでは侍ジャパンの世界一を祝ってプリペイドカードを購入するとポイントが2倍になるキャンペーンを行っています。野球やる方って年々少なくなっているようなことをなんか世間では言われてますので、まあ、本当こういった今回の WBC きっかけに野球やってる方がもっと増えてもらえればなって。